佐渡島、二日目の夜というか、一日目の夜なんだけど、前乗りしてるんで二回目の夜って感じなんですけども、佐渡ではやっぱり魚を食べたいなってことで、いろいろ魚買いましたよ。今日はね、佐渡はなんか、タラを食べる文化があるみたいなので、まあ北海道も食べるけどね、冬だからタラ食べるだけなのかもわかんないけど、タラ、佐渡産のタラってのを買ったのね。切り身、それからこんな198円でお鍋セット買ったので、タラチリだね、タラチリ食べようと思います。で、締めはなんか麺類と思ったら、あの佐渡で作られているっていうお蕎麦を締めで煮汁にボボッと、お刺身も食べたいなと思って、佐渡さんのお刺身あるかなって言って探したらですね、ありました。名前はですね、ワラサ、はい、ワラサという魚のお刺身が、398円がですね、安くなってて238円になってました。はい。で、今日はだからこんな感じなので、包丁使わなくていい。なんて素敵でしょう。ノー包丁デーですね。はい。ということで、タラチリの夜と。したいと思いまーす。おはぎ？一個忘れた。これもね、佐渡のなんか郷土料理みたいで、佐渡のね、トビウオのすり身って書いてあるのね。で、味とかついてないんだろうと思って裏見たらね、味噌が混ざってるんですよね。なので味噌味のってことで、これタラチリに入れてね、食べたらきっと美味しいだろうってことで、トビウオですからね。ってことで、こんなのも買いました。合わせるお酒はマノツルです。前回飲んだマノツルは鳥の時がプリントされた可愛いやつでしたけども、今回はちょっと荘厳な感じ。もう一個ね、そう、ビール買ったんだ。見て、ビールとは思えない名前、佐渡番茶。新潟県佐渡産の番茶を使って、麦芽ホップ番茶って書いてある、ビールだそうです。ってことで、佐渡のゆかりあるビール買いました。ってことで、今日の夜もなかなか楽しい夜になりそうです。おはぎ暗くて、ちょっとおはぎ何回来るのよし、いい準備して、おはぎさん準備していい？準備するよ。お水、間のつるね、少しお酒を入れましょう。まずは飲む。あら、美味しいのこれ。え、なんかいいやつ？めっちゃうまい。これすごい濃い味がしますおはぎさんが鍋の水を飲み始めあれ、喉乾いてた。まあいいや、じゃあ好きなだけ飲みな。飲み終わったら調理開始するわ。私も飲んでるから。よかった、お酒入れなくて。入れてたらやばかったね。あれ、その脱水だったかな。お水あげてないつもりなかったけどな。もういいですか、おはぎさん。はい、じゃあおはぎさんにはこのわらさのお刺身をちょっと開けて食べといてもらいましょうか。はい、おはぎ、ほれ、わらさ。はい、で、水飲まれてなくなっちゃったから、少し足しますね。でも、もう飲んじゃダメだよ、おはぎさん。お酒足すからね。よし、お酒足して、だしの顆粒。よいしょ。だしの顆粒。そして、お醤油。この醤油はね、青森じゃない、岩手県で買ったお醤油ね。このタラを入れて、タラー。よいしょ。玉
卵ついてる卵ね、北海道弁で、北海道弁なんか東北弁かもしれないけど、卵のことをコッコって言いますね。コッコ、タラのコッコ。マジなんです。大葉は食べなくていいんじゃないか。大葉はな、うん、茶化で、次にこれトビウオのすり身、このすり身こんな感じで投入、鍋野菜セット、えのき、しめじ、白菜、たらちりができましたよ。こんな見た目です。たらちりうまそう。たらちり完成しました。美味しそうですね。うん、よいしょ。たらちり、原理主義的なたらちりではないけどね。はい、おはぎさんはなんか寝そべっちゃってます。たら食べるかな。まあちょっとあげてみるけど、さっきの感じだと刺身も2切れでやめちゃったからお腹も空いてないのかな。まあ一応あげてみるだけあげてみましょうかね。いただきます。まずこの気になってるのはこのトビウオのね、このつみれというかすり身、どんな味するんでしょうか。あら、めちゃくちゃうまいねこれ。へえ、あのイワシとかで作るよりも小骨一緒に入れてないせいか歯に当たらなくてね、柔らかい、かまぼこに近いかな。うーん、うまい。うーん、骨、あ、でもちょっと骨ちょっと歯に当たるようになった。さっきのが骨入ってなかっただけか。タラの身いただきます。うん、今日もいい夜になりそうですね。はい、おはぎさん、たら美味しそうに食べますね。むさぼるね。おー、食べた食べた。完食。もうちょっとあげたくなるけど、どうしよう。名残惜しそうに。まだ食べたいのかい、おはぎさん。やっぱ親心やな。用意しちゃうんだよね、私ね。はい。暑かった。ケンタンケンタン、元気な証だね。旅行中のストレスもないとは言い切れないでしょうけれど、こんだけ食べてりゃよっぽど嫌じゃないよね。またもや完食。すげえな、食欲が。カリカリは食べないの？どうですか、おはぎさん。お、見向きもしない？ついにブルジョワの舌を手に入れてしまったか、おはぎさん。いやいやいや、カリカリ食べてくんないと僕の経済が。あ、行く行く行く、よかった。ちゃんと僕の財布のことも分かってくれるおはぎさんでした。ちょっとスープ、うん、いい出汁出てるね。タラの出汁ってあんまり出ないイメージだけど、あ、そっか、トビウオか、アゴ出汁が出てるんだね。うん、くそー、もう揚げたくなっちゃいすぎて結局全部タラ揚げちゃった。なんかもう美味しそうに食べるんだもの。いいよ、私にはトビウオがあるからね。はい、あんたタラ、ほとんどのタラを完食だよ、おはぎさん。もういいの？もういいんだ。ん？
あ、食べた。あらかた食べ終えたんで、この釜茹でそばを、藤原製麺所佐渡市の釜茹でそばをこの中に入れて、締めの麺類行ってみたいと思います。できてきました。おそばね、ほとんどスープはおそばが吸い込んでくれて、劇的にそばが美味しくなってる。くったくただろうけどねと思います。ほとんどのスープがなくなっちゃいましたが、これをいただきたいと思います。締め。うん、くったくたや。腰なんかどこにもない。うん、でもそれがいいのよね、佐渡番茶。どんな味するんだろう。番茶使って仕込んでるっていうのは初めてだからな。よいしょ。あー、番茶だ。これどうなんだろう。でもビールに番茶混ぜるんじゃまずいんかな。あ、でもそれ、そうするとあれか、度数が低くなるか。へー、独特。美味しい美味しい、全然美味しいですよ。うん、極物ではないね。うん、うまい。美味しくおそばも食べ終わりまして、寝るだけです。おはぎさんは片目を開けてどういう感じでしょうか。ここは別に仙台でもないんですけどね、片目で。独眼竜おはぎ、おやすみ。